はいどうも、チャンネルあリューです。えー、今日はですね、うんと、まあ、たわいのない話をしようかなと、えー、思ってます。まあ、しょうもないんでね、えー、しょうもないんならいいやと思う方は、もうこれ、これ以上先は、この動画を見ずに、えー、寝てください。おやすみなさい。うん、えーっとですね、あなたはですね、ちなみに、あの、シンデレラの話って、 覚えてますシンデレラ。でね、あのー、この間、この間ですね、シンデレラの映画見たんですよ。えー、超久しぶりに。まあ、なかなかね、えっ、ー、と、話も、あの、小さい頃以来、えー、まともに、えー、本とかもね、読んだことないんで、あんま覚えてなかったんですよね。で、シンデレラの話っていうと、まあ、あのー、警ボとね、 マ,ママ母とね、えー、悪い、えー、お姉ちゃんたちにね、えー、シンデレラがいじめられて、で、あれなわけですよ。こ奇使われるわけです、毎日。いじめられるんですよね。で、えー、ある日ね、その、あのー、そこの国の王子様からね、えー、舞踏会のね、えー、招待状が届くわけなんですよね。はい。 で、えっと、その母,とイジュアルの母親と、いじわの母親と姉たちはですね、きれいなドレスを着て、えー、舞踏会に行く準備をするわけなんですね。でもうシンデレラはですね、えー、そんなドレスなんか持ってないと。えー、なんか舞踏会に着ていく服がまずないんですよね。で、ボロボロの服しか持ってないんで。でね、えー、実際その、私はもう舞踏会なんかには行けないわということで。 えー、その母親と姉たちがこう、ね、えー、舞踏会におしゃれをして、もう出かけていくわけですよ。そしたらね、えー、不思議なことにですね、あの、シンデレラの前に魔法使いが現れるわけですね。呼び入れ、え、が噛みましたね、めっちゃ噛みました。とどうしよう、これ取り直ししようかなっていうぐらい大事なとこで噛んだぞ。えー、呼ばれて飛び出てじゃ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 ーんっていう、えー、 ちょっとまたこれ言ったはいけない滑りましたね。どうしよう。まあ、あれですよ。ハクション大魔王じゃならぬ魔法使いですよね。はい。まあ、続きは、伝えで借りてきてください。もうしょうもない話です。どうもすいません。どうもすいません。はい、何の話ですかね。ほんと内容のない。 動画になっちゃいましたね。申し訳ないです。まあ、久しぶりにね、昔話、うんと、見てもね、面白いですよっていうね。まあ、毎日の生活の中にこう、楽しさっていうのを入れていくといいですよっていうのは言いたかっただけなんですけど、えー、結果的に、ね、しょうもない動画になってしまいました。ごめんなさいごめんなさいごめんなさいはい。はい、ということで。 えー、今ですね、LINE で、えー、チャンネルアリュウと友達になってくださいキャンペーンをやってます。えー、あとですね、私のホームページ、えー、アメブラのリンクもこの動画の下に貼ってありますので、ぜひぜひ、えー、登録してみてください。はい。えー、たまにはというか、うん、ちょいちょいしょうもないことを話す動画を撮っているチャンネルアリュウでした。ごめんなさい。ごめんなさい。